先生です。はい、本日も雑談書き方教室やっていきますけども、気にはなってるんですけど結局見れてないアニメのキャラクターのね、名前を書きたいと思います。で、なんで書きたいかっていうと、字が難しいからなんですね。で、そのアニメの名前は、はい、鬼滅の刃です。アニメも漫画も全部見てるよって方も多分めちゃくちゃ多いと思うんですけど、なんかね、なんて言うんですかね、気にはなってるんだけど、なかなかゼロから見る気にはなれないっていう状態のもどかしい、感じです。主人公とか主要キャラの名前が実在する名前らしいんだけど、めちゃくちゃ漢字が難しい、初見では読めないみたいなのをメディアとかで見て、お、確かに難しいなということで、ちょっと挑戦してみたいと思い、はい、撮っております。じゃあですね、今日はとりあえず主人公かまど炭治郎くんのを書きたいなって思うわけ。かまどのかまって書き順調べたらね、すごかったんですよ。ちょっと見ててください。ここまではいいんですけど、こっからです。次どこ書くと思いますか？次ね、ここで、次ここで、さらに次が意味わかんないんですよ。いきますよ。この辺だと思うじゃないですか。ここなんですよ。で、さらに次は、ここなんですよ。で、こっちは普通に、こう、カタカナのようを書く感じ。はい。完成でございます。ここがマジで、むずくないですか。ちょっと、このかまどの、カマが綺麗に描けるまでやりたいと思います。これはあれなんですかね、昔実在したのか、今も実は日本にいらっしゃるのか気になるところですね。多分この上を細く描かなきゃいけない。あ、ミスった。穴冠と土みたいなところをめっちゃ細めに描かないと収まらないですよね。なんかちょっと左に寄ってるな。あむずい、難しい。どうですか？あー、でもちょっとここのバランスがキモいね。もう一回いきます。上が描けたらあとは下を頑張るだけなんで、はい、ちょっとチェックします。上もっと細い方が良くないですかね。ここがもっと多分上に行った方がいいと思うんで、ちょっと書き直します。これめちゃくちゃ字のバランスむずいですね。いきます。これぐらいじゃないですか。ちょうど真ん中ら辺から下の一画目が始まるといいんじゃないかな。あ、ダメですね、ここが広すぎた。もう一回。はい、ちょっとチェックします。今なんかね、下側がね小さくて遠慮してるから、もう少し大きくはっきりいきますか。いくぞ。どうですか？チェックします。バラバラすぎてマジでブスやばいですね。これマジでむずいですね。この動画をね出したくて、このカマっていう字を書きたくて、この間紙にめっちゃ練習したんですけど、ここの部分がサラサラ書けないんですよ。ここがマジでむずくって全然バランス取れないから、炭治郎くんはあれですよね、こう現代の日本には住んでないですけども、もし彼がね今普通に学校とかで過ごしている学生だとしたら、テストのたびにこれを書かなきゃいけないわけじゃないですか、自分の名前をね。きついだろうなと思って。どうだ。あー、ダメですね、歪みましたね。テストのたびにこんな字ね毎回書いてたりね、プリントもらうためにこれを書いてたらね、炭治郎くんは発狂してると思いますけど、バランスが本当に難しい。あー、どうかな。いや、ブスだわ。
ってマジでブスすぎませんか、字が。え、上が広すぎるのかな。これもっともっとさ、下をでかく書くべきなんじゃないか。わかったわかった。多分この辺にね、隙間があった方がいいんだわ。ちょっと大変収まりの悪い字ですね。あー難しい難しいけど、多分かっこよく書けたらすごいかっこいい字だと思うんで、かっこよく書けるまで頑張ります。あれなんですか、なんかね、必殺技なんか、なんとかの呼吸っていうシリーズがあるんですよね、鬼滅って。え、炭治郎くんが水の呼吸の人で合ってるのかな。さっきより良くないですか。え、どうちょっと見ます、チェックします。え、めっちゃ良くない。さっきより良くない。ほら、ちょっとさっきよりいいよ。さっきよりいいけど、これはどこが気持ち悪いのかな。土かな。土がちょっと右に寄ってませんか。多分ね、ここにね、空間がいるんですよ。だからもっとこの辺からこれをスタートすればいい気がする。なるとここに隙間ができたら多分かっこいいんじゃないかな。次こそ来い。あー生きむとね、いらん力がかかるんで。でかいな。これはね、かなり難しいと思いますよ。うわー、ちょっとマジで、ちょっと頑張ります。でもさっきよりはここに隙間があるの分かりますか。ちょっとね、いいと思う。徐々にね、良くなってると思います。次で仕上げたい。どうですか。うわー、ブスだな。かなりブスですね。いや難しいな、この字。雨戸難しいな。多分土とここが揃った方がいいのかな。いやでもね近づいていってますよ、美しい雨戸さんに。いや、これはね、炭治郎ファンの方がもしこれを見てたとしたらね、せっかく書くんだろお前な、綺麗な字書けよって多分お怒りになってると思うんで。知りもしないのにね、漢字をただ書きたいからって言って動画のネタにするぐらいなんだから。だったらお前、推しの名前を美しく書き上がれ、このクソ野郎って多分ね思ってると思うんで。どうだ。ダメだ、右に寄っちゃった。うーわ、むずー。これはちょっとね、思ってたより難しい。いや、私ね、テイク5ぐらいで書けるかなって思ってたんですけど、どうですか。雑、クソ雑。何これ。あー、でもなんか雰囲気はでもこんな感じだと思いますが、全然ダメ。うわー、これ無理だー。炭治郎ファンに殺される。あー、ちょっと待って、気合いや気合い。どうですか。ダメ？ダメかな。おお、今まで書いた中では一番マシだと個人的には思うんですけど、どうですかね。どうですかね。今まで書いたやつの中では一番っぽい。はあ。ちょっとじゃあ私なりのこのかまどのかまのまず解釈ね。形としては多分縦長の長方形で、この土のこの斜め具合あるじゃないですか。で、この長さに多分下の一画目、ここを揃えた方が綺麗。そしたらここにこういう風に隙間が生まれると思うんですよ。この余白があるとかっこいいかなと思います。で、こ
ういう先生の線みたいにでかいあの曲げ足があるやつはこの辺にきちんと隙間があるとかっこよく見えるんで、ここにちゃんと隙間が残るようにと気持ち真ん中の縦線2つを左に配置すると、ここに余白が残って綺麗かなと思います。はい、かまどのかま完成です。おめでとう。はい、それでは、まあ他の字もね適当にやっていきたいと思います。はい、かまど。次、炭治郎の炭。こんな感じ。はい、炭治郎の炭完成です。あー、これめちゃくちゃむずいですね。炭治郎くんの字変ですよね、形は。もうこの字ね、私ゲシュタルト崩壊したんで何が美しいかわからないです。ダメかな。てか三千がでかいのか。ダメ。テイク5ぐらいですねこれ。あー、ダメだな。もうちょっとまだダメだな。カマぐらい書いてるよ。どうですか。はい、これでいきます。はい、じゃあ最後です。炭治郎のロ。右がブス、やっぱり。まあ大体でいこうか。はい、はい、というわけで本次郎じゃない。まあいいわ。はい、本次郎は鎌戸炭治郎の字を書きました。ですね、次はね、あれに挑戦したいの、ねずこ。ねずこのねっていう字もめちゃくちゃむずいじゃないですか。なので、まあ、ねずこちゃんも書けたらいいなと思うんですが、なんか他にもめちゃくちゃ難しい名前とか名字のキャラクターがいたら教えてください。はい、それではですね、本日の授業は以上になります。ありがとうございました。